皆さんこんばんは、ななみです。今日はサムネを見た通りなんですけども、また、髪を切ってきました。なんで髪を切ったかというと、そのね、前回の髪の毛も結構いいって言ってくれる方も多かったんですけど、なんかしばらく経ってからやっぱり長い方がいいですとか、もっと切った方が絶対似合いますとか、結構コメントだったり DM で髪の毛に対するなんかマイナスな結構意見っていうのか、そういうのが多くて、でなんか私も、まあ、確かに行きつけの、ね、病院がお休みだったから違うところに行っちゃったので、その納得いく髪型にはなってなかったし、もう旗から見てやっぱ似合ってないのかなと思って、そう思い切って、じゃあもうちょっと切ってみようかなと思って切ってみました。で今ねちょっと軽くなんですけど、ほんとちょっとだけワックスをつけた状態っていう感じで動画を撮ってみてます。今日初めてね、自分でセットっていうか乾かしただけなんですけど、乾かして髪にワックスをつけた状態がこんな感じです。で耳にかけないと、まあ、ちょっと今跡ついちゃってますけど、こういう感じのショート。私は基本的に髪をかけるスタイルが好きで、こういう S 字というか、そういう形がすごい好きなんですよ。なので美容師さんにそういう風に S 字になるようにっていうのは伝えて、だけど私って肩幅がすごいあるし、全く襟足がないってなるとまたちょっとなんかね不安でもあったので、襟足は少し残してほしいっていうことを伝えて切っていただきました。なんかね、この襟足がないとなんかちょっと昔風のショートカットになりがちになっちゃうんで、ちょうどいいと思いますって言われて、あ、そうなんだって思ったんだけど、なんかショートはショートでもこのショートはなんか今どき風に一応仕上げてくれたらしくて、レイヤー入りでやってもらいました。で髪色なんですけど、髪色はナチュラルの8番っていうやつにしてもらって、なので少しは明るくなったかなと思います。もうね、色落ちしちゃってこのぐらいの色にはなってたんじゃないかなと思うんですけど、前回だとここが結構埋もれてて全く見えてなかったんですけど、ここがしっかり見えることによってちょっとさっぱりして見えるのかなと思います。私エラありなので、ちょっとここをね出すのって結構勇気いるんですけど、意外と出した方が顔とのバランスがいいのかなっていうので、こう耳かけの状態にしています。これ耳かけちゃうとあんま分かんないと思うんですけど、結構面白くて、ほんとここちょっと襟足があって、ここは長めになってます。だからなんかこっちが内巻きで、こっちが外巻きみたいな感じに分かれてます。で、耳にかける際は、まあ、ここは巻くと自然とボリュームが出るんですけど、後ろが出ないので、後ろにワックスをちょっとつけてあげてボリュームを出すっていう感じにしています。で、この正面からっていうか、セットしちゃってる状態だと、まあ、いまいち分からないかなと思うので、一応写真も貼っておくんですけど、こんな感じで、切っていただきました。これは本当に全くノーセットって感じで、お風呂に上がってドライヤーで乾かしてすぐって感じです。で、この後ろ姿は今の後ろ姿で、ちょっとだけワックスがついてる状態です。はい、こんな感じ。前髪は少しすいてもらったので、前回よりね前髪をね少しすいてもらったんですよ。だからだいぶ薄くなったと思う。まあ今のこの襟足がある感じのショートカット、すごい今回は気に入ってます。本当はもうちょっと襟足長かったんですけど、もうちょっと切ってもらえますかって言って、切ってもらいました。もう乾かしたら自動的に内巻きになるし、外は跳ねてくれるので、本当なんかセットするって言われたら後ろにちょっとワックスを足すぐらいかなっていう感じがします。子供もねまだ小さくて結構髪引っ張るので、これぐらい短いとそもそも引っ張る気がないっていう感じだからそのね、その引っ張られて痛いっていうのも回避できるっていう髪型になってます。ではい、ということで結構ねインスタに載せたら好評で、すごい嬉しかったんですけど、ショートカットにしようかなって悩んでる方、もしよかったら参考にしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。